木村城は秋国竹原層に存在した日本の城。広島県指定史跡。現在、城山と呼ばれる山の山頂から北へと伸びた標高150メートルの丘陵を中心に築城された。本丸を中心とする南角軍と兵楼の段、馬返しの段を中心とする北角群によって構成されている。周囲には掘り切りから縦堀。 世城建て堀が備えられ、井戸も三つ確認されている。うち一つは現存しており、井戸内部は石積みによって、堅固に構築されている。昭和2年、小早川正景が、宮古堺、竹原荘沼田総理工和合の一部を分与され、木村城を築城して、居城とした。天文10年、武田市の佐藤銀山城を、毛利元成と共に攻めていた。 竹原小早川氏の当主、小早川京慶が陣中で病没し、京慶の夫人が元成の命であった縁で、元成の三男高影が、天文十三年、竹原小早川家を相続し十四代竹原、小早川氏当主として、木村城に入城した。そして、天文二十年、高影は、沼田小早川家を相続して、鉱山城に移った。 その後も城は維持されたと考えられるが、廃城年は不明である。木村城から鴨川を挟んで対岸に、手島屋敷と呼ばれる、中世の館跡が存在する。間口約50メートル、高さ3メートルの石垣が残存しており、石垣の両隅は、真型が切られている。かつては、西戸の屋敷、西の戸の屋敷と呼ばれていた。 竹原小早川氏が竹原を去る時、竹原小早川家の家臣であった手島氏がその屋敷と館を受け継いだと言われている。中世上官調査では、竹原小早川氏の巨漢候補地として挙げられている。手島屋敷の北方100メートルの丘陵6に、法教院頭が10基、五輪島20基程度が設置されており、中世の竹原小早川氏の墓所と推測される。 御所の上にある尾根には、小早川教系夫婦の墓とされる2基の、宝鏡院頭が残っている。このほか、竹原小早川志望大寺の乗り継め石席にも、宝鏡院頭や五輪頭の一部が残っている。木村城がある山の再録に、慶長二年層圏で、小早川高影を祭人とする、小早川神社が鎮座している。ありがとうございます。